はい、おはようございます。10月の5日の月曜日です。相変わらず市場には花が少ないです。何が少ないのかとかっていうのはまた後ほど申し上げます。大粒のカリカリ梅をさっき買ったのでそれを食べてます。市場はこんな感じで空いてますよ。朝も暗いです。では買ったものから紹介です。危ね。マブ系は少ないですね。バラも少ないです。チョコレートコスモス、10月の5日月曜日、この季節時期はあれですね、金木犀の香りが街中どこからともなく香ってきますね。苗物はちょっと今パンジーには早いし夏物終わりだし、もうちょっとしばらく苗物はお待ちください。クッションがいっぱいです。夏型ティーリーフ、パープルファウンテングラス、マリーゴールド、バジル、ダークオパール、白のコスモス、チョコレートコスモス、まんじゅうシャカ、ヒガンバラです。今日もヒガンバラです。
後ほどもう一回紹介します。鉄火系統をもう一度紹介します。久留米系統いっぱいありそうですけどないですからね。いっぱいあるように見えてますけど本当にないですからね。と少ないです。オレンジ系のガーベラ高いよと。軽井沢町ってここね。軽井沢町。ないんだけど、そこ。番地指定は3.23.80。軽井沢、カーナビのお越しの方って書いてあるじゃん。ボンコーカーは軽井沢ってことか。軽井沢警察署、または矢場。出てきた。